この動画では心原性脳塞栓症について扱っていきます。前回の個別論としてラクナ梗塞について扱いましたが、今回は重篤化しやすい脳梗塞である心原性脳塞栓症について詳しく説明していきます。今回の動画の目標としては、心原性脳塞栓症の病態と画像診断の典型像を理解すること、そして心原性脳塞栓症に合併しやすい出血性梗塞の理解を深めることを目標にお話ししていきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて説明していますので、これらのキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。脳梗塞の分類について再度見ていきます。この中で今回扱うのがカーディオエンボリズム、心原性脳塞栓症となります。脳梗塞全体の約 20% を占め、梗塞のサイズが 1.5 センチから2センチより大きい非常に強い脳梗塞です。高リスクから中リスクの塞栓源となる心疾患がある場合に分類されます。症例を1例見ていきます。72歳男性、背景に AF、 つまり心房細動があり反則空間無視がある患者さんです。拡散強調画像で右の側頭葉に拡散強調画像高信号があるんですけれども、今回の脳梗塞は皮質部分に及んでいるようです。この梗塞が皮質に及んでいるっていうのは心原性脳塞栓症の可能性を示唆する重要な所見です。そして ADC マップでは同部位は低信号となっており、拡散制限を反映しています。フレアでは、このスライスでは少し分かりづらいですけれども、この部分に血流の停滞を示唆するイントラアーテリアルシグナルがあり、拡散強調画像で高信号の部分がフレアでは特に信号変化は目立たず、ディフュージョンフレアミスマッチが陽性、発症からそれほど時間は経っていないようです。MR アンギオグラフィーでは、中大脳動脈 M2 の下の枝ですね、インフェリオルトランクに閉塞があるんですが、他の血管が邪魔して見づらいため、後方循環系の枝をカットしてみました。このようにいらない血管をカットすると、この分子の閉塞部分が分かりやすくなると思います。M2 に閉塞を示唆する信号欠損があります。この方は背景に心房細動がありました。心房細動は心臓が小刻みに動く疾患なんですけれども、血流が淀むことによってその部分に血栓が形成され、心房で作られた血栓が飛んでいき脳梗塞に陥るという記述があります。今回はそれが原因の心原性脳塞栓症と診断された症例です。心原性脳塞栓症に関しては、名前の通り心臓でできた血栓が飛んでいくことによって脳血管が詰まる脳梗塞です。発症記述は塞栓性となり、特徴としては心臓でできた血栓というのは非常に大きいため強い梗塞となります。血管が一気に詰まるため側副血行路ができる間がなく短期間で完成し、重篤化しやすいという特徴があります。症状としては完全麻痺、失語や失認などの皮質症状、意識障害など強い症状を伴う場合が多いです。そして詰まった血管を再開通させることによって劇的な症状改善が得られる場合があり、再開通療法の最も良い適応となります。短期間で血栓を溶解もしくは除去できれば劇的な症状改善が得られる場合があります。なので、いかに早く見つけ、いかに早く治療するのかが重要となります。心原性脳塞栓症を疑う場合は、塞栓源となる心疾患を探しに行くことになります。こちらにトースト分類における高リスク疾患を示しましたけれども、この中で特に重要なのが心房細動 AF というやつです。心房細動はエイトリアルフィブレーションの略ですけれども、こちらに実際に心房細動によって血栓ができてしまった症例を提示します。心房細動は心房が小刻みに震えてしまう疾患のことで、その震えた部分というのは血液がよどんでしまいますので血栓が形成されやすくなります。実際に左心耳にこの低信号域の血栓ができてしまった症例なんですけれども、この血栓が脳に飛んでいくことによって脳梗塞になります。
その AF のうち7から8割は NVAF と言われる非弁膜症性心房細動が多いです。このような心房細動を含め心原性脳塞栓症を疑う場合はこれらの心疾患を探しに行くことになります。心原性脳塞栓症では大脳皮質が障害された場合に起こる皮質症状が起こります。物や人の顔などが認知できない失認、言葉がわからなくなる失語、道具の使い方などがわからなくなる失効、その他意識障害や精神症状、幻視などが起こります。心原性脳塞栓症を疑う画像所見といたしましては、境界明瞭な皮質拘束、大型の穿通枝領域拘束、主幹動脈の閉塞または再開通所見などがあります。こちら一番最初に紹介した症例ですけれども、右側頭葉の皮質部分に拘束があります。こちらも拘束が皮質に及んでいますけれども、微状角やレンズ角全体の非常に大きな穿通領域拘束もあります。こちらはこの内頸動脈のさらに中枢で心臓からの血栓が詰まった心原性脳塞栓症で、内頸動脈から中大脳動脈全体が閉塞しています。こちらの再開通所見というのはまた後で説明しようと思います。これらの所見の中で特に重要なのが拘束が皮質に及ぶということです。これが皮質症状の原因となるわけですけれども、拡散強調画像で皮質に高信号が及んでいるというのは心原性脳塞栓症で非常に重要な所見です。このような所見があった場合は心房細動などの原因疾患をその後に探しに行くと思います。こちらに再開通所見があった症例を提示します。71歳男性、意識障害の方です。左の側頭葉に拡散強調画像高信号、ADC マップ低信号、フレア高信号の脳梗塞があります。皮質を含む境界明瞭な梗塞であるため、心原性脳塞栓症などの強い梗塞を疑います。こちらは中大脳動脈領域の梗塞ですので、 MR アンギオグラフィーで中大脳動脈を見に行くわけですけれども、血管の吐舌などはなくしっかりと病室されており、むしろ右よりもしっかりと病室されているように見えます。こちらはおそらくですけれども、一度塞栓物によって詰まった血管によって脳梗塞になりましたが、撮影するまでに血栓が溶けるなどして再開通したというふうに予想される症例です。このような再開通所見がある場合も心原性脳塞栓症を疑う一つの手がかりとなります。先ほどの再開通所見がある場合には一つ注意することがあります。こちらの患者さんは85歳男性で、失語・高次機能障害がある患者さんです。拡散強調画像で左の側頭葉に皮質に及ぶ高信号があります。 ADC マップは低信号で、心原性脳塞栓症を疑うような所見ですけれども、 MR アンギオグラフィーを見てみると、先ほどと同じように信号欠損があるどころか、むしろ右よりも左の方が立派な血管があり、再開通を示唆します。しかしこの患者さんの場合は D2 スター強調画像で、高速の一部に低信号があり、その部分は CT で淡い高信号となっています。こちらは脳梗塞に一部出血を合併する出血性梗塞の症例で、もともと心原性脳塞栓症で詰まっていた部分が再開通した際に出血してしまったと考えられる症例です。出血性梗塞のメカニズムについて見ていきたいと思います。脳血管があり、側栓枝が詰まるとそれよりも遠位の部分に血流がいかなくなり、虚血状態になります。この灰色の部分が虚血になった領域です。その状態で何らかの原因で血栓が溶けてなくなると、その部分に再開通が生じます。青色の矢印のように血流が流れ込むことになるんですが、この部分は虚血に至って非常に脆くなった組織です。血管を含め非常に脆くなっていますので、その部分に一気に血流が再開通によって流れ込むことによって出血性梗塞を合併するわけです。つまり基本的なメカニズムとしては、組織が脆くなった状態で再開通すると出血が生じます。出血性梗塞については
拘束が完成した後に側栓子の再開通が起こると多量の血液が脆くなった血管に流れ込み出血の可能性が高まります。出血性拘束の信号変化は通常の脳実質内出血の信号変化に準じますけれども、 T2 スター強調画像ではヘモジリンが沈着していた場合このような低信号になります。ヘモジリン沈着による自家律効果が原因です。出血といえば CT で高信号の印象がありますけれども、このような Y 高信号になる場合が多いです。急性期の出血では血小が減少するのに伴い電子の密度が高まります。そうすると電子と X 線の相互作用ですね、光電効果、コンプトン散乱による減衰を反映し高信号となります。出血性拘束に関しては形状が非常に特徴的で、この拡散強調画像のような瞳孔に沿ったこのような引っかいたような印象の高信号が非常に特徴的です。 T2 スター強調画像でもこのような瞳孔に沿ったような出血を見た場合は出血性拘束を疑うことになると思います。こちらのスライドには出血性拘束のリスク因子と分類について示しています。リスク因子としては発症後3時間以内、特に1時間以内にもかかわらず拡散異常や CT 早期所見が明瞭、つまり非常に強い拘束ですね。閉塞部位としては内頸動脈閉塞もしくは中大脳動脈 M1 筋萎縮の側栓性閉塞、サセプティビリティサインがある。このサセプティビリティサインに関しては急性期脳梗塞における T2 スター強調画像の役割で詳しく説明しています。また側副血行路ですね、側副循環の乏しい症例、動脈が脆弱であることを示す背景因子があるなどによってリスク因子が分けられます。また出血性拘束の分類としては ECSS 分類があり、拘束領域の何パーセントに血腫が見られるか、また血腫により脳組織が圧迫を受けて脳全体が押しつぶされる所見であるマスエフェクトを伴うか伴わないかによってこのように分類されます。こちらは一番最初にご紹介した症例で、右の側頭葉に拡散強調画像高信号があり、中大脳動脈 M2 に閉塞所見があった症例ですけれども、こちらの患者さんに関しては、拡散強調画像で高信号だった部分がフレアで信号変化がないということで、ディフュージョンフレアミスマッチ陽性、それほど時間が経っていないとして、RTPA による血栓溶解療法が行われています。その後の経過ですけれども、M2 の閉塞していた血管が RTPA を行うことによって再開通が得られていますけれども、T1 強調画像で高信号、T2 スター強調画像で低信号の出血性拘束を合併してしまいました。やはりこのような組織が脆くなった部分に再開通をすると、どうしても出血のリスクがあります。そして今回の出血でも、瞳孔に沿った形状の出血をしており、このような形状を頭に叩き込むことが大切です。RTPA 血栓溶解療法に関してはこのような再開通を得ることによって劇的な改善が得られる場合も多いですけれども、やはり最大の弱点はこのような出血だと思います。このような出血が起こる可能性を少しでも減らすためには1秒でも早く治療する必要があり、放射線技師にできることは速やかに撮影を終わらせることです。無駄な撮影はせず最小限の撮影で終わらせることによって治療につなげることによってこのような出血性拘束の患者さんを一人でも減らすことができると思います。こちらに急性期脳梗塞の治療方針を示します。脳卒中治療ガイドラインに示されている内科的治療の薬とその推奨度を示しています。 A ほど推奨度が高いです。心原性脳塞栓症ではこのような薬が使われるわけですが、特に重要なのが血栓溶解療法 TPA です。発症後 4.5 時間以内では推奨度 A となっています。そして最近積極的に行われるのが IVR での血管内治療ですね。血管内再開通療法も心原性脳塞栓症では非常に重要な治療選択となります。治療戦略として血管内再開通療法が行われた症例を紹介します。こちらの症例は今まで学んできた重要な所見がたくさんある症例ですので復習のつもりで見ていただけたらと思います。70歳女性、右辺麻痺の患者さんです。こちらの方は
後にホルター心電図で心房細動が検出され、心原性脳塞栓症と診断された患者さんです。拡散強調画像で左の側頭葉皮質に高信号があります。今回学んだように、拡散強調画像の高信号が皮質に及んでいるため、この段階で心原性脳塞栓症を疑います。 ADC マップでは同様の部分が低信号となり、拡散制限を反映します。フレアでは拡散強調画像で高信号の部分に信号変化はなく、ディフュージョンフレアミスマッチあり、発症後 4.5 時間以内として、この段階で血栓溶解療法は行く可能性があるというふうに放射線技師は考えるべきだと思います。そして血流が高信号で描出されるイントラアーテリアルシグナルもあり、少なくともこの部分は閉塞を疑うということがわかります。 MR アンギオグラフィーを見ると閉塞は明らかで、中大脳動脈水平部から閉塞しています。この水平部 M1 の閉塞というのは、血管内再開通療法の良い適用となる閉塞部分です。 CT ではその部分に高信号で血栓が描出されるハイパーデンス MCA サインがあり、T2 スター強調画像でもその部分が低信号となる SVS サセプティビティベッセルサインもあります。この SVS が陽性の血栓というのは、デオキシヘモグロビンを多く含んだ血栓で、赤色血栓というんですけれども、この赤色血栓は血栓溶解療法よりも血管内再開通療法の方が治療効果が良いとされていますので、より IVR を行うことを推奨する症例です。その予想通り、この方は血管内再開通療法が行われ、その後良好な開通が得られました。血管内再開通療法、もしくは機械的血栓回収療法とも言いますが、血栓回収デバイスを使って血栓を直接回収する治療法です。脳卒中治療ガイドラインでは、これらの項目を全て満たした場合、推奨度 A として進められています。この中で特に重要なのが、内頸動脈もしくは中大脳動脈 M1 部の閉塞が適用であること、またアスペクツが6点以上であることが放射線技師にとって非常に重要だと思います。中大脳動脈の解剖とアスペクツについては別動画で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。最後に少し余談にはなりますが、血液検査の話をしたいと思います。心原性脳塞栓症を疑う画像所見についてはお話ししましたが、実は血液検査の値からも心原性脳塞栓症を疑うことができます。その血液検査の値が脳性ナトリウム利尿ペプチド BNP となります。 BNP はブレインネイトリウレティックペプタイドの略で、心臓に負荷がかかると主に心室で酸性分泌されるホルモンです。心臓に負荷がかかると上昇するということで、心疾患のスクリーニングに使用されます。ここで重要なのが、 BNP は心不全と心房細動で上昇することが知られています。特に重要なのが心房細動で、心原性脳塞栓症のほとんどの方はこの心房細動ですので、心房細動で上昇する BNP は非常に重要な値となります。心原性脳塞栓症では BNP が他の分類よりも高値となり、カットオフ値を140pg/ml 以上にすると、感度 80.5%、 得意度 80.5% と非常に優秀な値で検出することができます。私は放射線技師も血液検査にはある程度精通すべきだと思っていて、撮影の合間にこのような血液検査の値を少し見て、それも考慮しながら撮影をしていくというのが、放射線技師としても非常に重要だと思っています。なので心原性脳塞栓症を疑う方の撮影フォローをしていく時には、ぜひ血液検査の値も見るようにしてみてください。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。心原性脳塞栓症は心臓内に形成された血栓によって起こる脳梗塞でした。原因は心房細動が特に重要で、心臓内で形成された血栓は非常に大きいため、心原性脳塞栓症は強い症状を呈します。皮質症状についてご説明させていただきました。また画像診断では、境界明瞭な皮質梗塞、大型の穿通枝領域梗塞、主幹動脈の閉塞または再開通所見について説明しました。この中では特に皮質に拡散強調画像高信号があるということが特に重要です。また出血性梗塞についても説明しましたけれども、再開通の際に発生するというのが重要でした。
心原性脳塞栓症の治療に関しては様々な治療が行われますが、特に放射線技師にとって重要な治療法として血栓溶解療法と血管内再開通療法について説明しました。また余談ですが、血液検査の中で BNP について紹介し、放射線技師もある程度血液検査に精通しておきましょうという話をしました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。